進化してるのよ。これでもまだ小さい方よ。もう一段階進化したらもっと大きくなるんだから。魔法の歴史だの理論だの聞いてるのかったるくてさ、悪いな。あそこ空いてっから、俺の席だけどよ。簡単。君の第三軍全員で世界の礎になればいい。それで戦争は回避できるけど。転生して人間の強みもある。世の中の魔物が全部フェイみたいだったら、今頃人族も魔族も滅びてるかもな。クマさんはちょっと待っていてください。彼には話しておきましたので、今後あなたに自ら関わることはないでしょう。余計なこと言うなよな。ヤーナは本当に虫が嫌いだよね。悪夢の残滓、一体何に怯えたんだ。私は誇らしいです。兄様はこの学園の英雄。ユリウス兄様が亡くなったのは悲しいし、シュレイ兄様のことはもちろん心配。しかし盗賊の身を狙っているところを見ると、高い知能があるのでは。人語も返し交渉することも可能かと。ミアヌドゥーナ、スイマカ、イッツネアザケン、セキトゥンカディ、ナジェリケアモ、カコス。10キロどころか、30キロ四方にも魔族はもうおらん。何が完全なものか。第二軍も同様です。ですがもう少しお時間をいただければ裏工作が実を結ぶかもしれません。さっきぶりね。はい、プレゼント。まずいわ。少年が腐ってると血もまずくなるのかしら。アナです。お久しぶりです、ハイリンス様。弟と妹に追い抜かれないように必死なんだもんな。今回の討伐対象、雲の魔物だぞ。このふぬけの父親でバスナスだ。帝国の奴に何か聞かれたら、老いぼれが勝手にやったと言えばいい。悩みがあるなら、神様のお言葉に耳を傾けることよ。私、今朝も神様のお言葉を聞いたの。スキルを上げることで、きっと神様のお言葉を…ほら、悪口言うから。人が傷つくこと平気で言う男は、女子にモテないよ。はぁ、すげえもん飲むなぁ。あれは歴代の魔王をはるかに上回る力を保有している。奴には私も幾度となく煮え湯を飲まされたからな。聖女よりも魔法が上手なんてずるいですよね。私の存在価値がなくなっちゃうので、あまり魔法を使わないでって言ってるんです。まさか迷宮の悪魔がサリエエラ国に居座るとは。アリエル様の息がかかった魔物なのだろうが。フィリメスさんは全力でことを進めてくれていました。この戦争は誰にも止められなかったはずです。兄上、シュレインはまだ学生です。戦場になど二度と余計な口は出さないことだ。魔王は魔王タリエルからこそ魔王なのだ。では第八軍の報告を。融合版レングザンドですわ、王子。周りの目もある。名前を呼ぶときはこっちの名前にしとけ。起きてしまったものは仕方がありません。ユリウスのことは残念だが、個人を忍ぶよりも今は奴らの対策を早く講じる方が先決です。エルフの皆様もご存知の通り、現在人族と魔族の戦争が勃発しております。なんで今まで魔族を取りまとめてきた兄貴じゃなく、そこのポットでの女が魔王なんだ。おかしいだろうが。ロナント様、もう少し緊張感をお持ちください。我々に命じられたのはただの探索ではありません。もう私たちだけでやったわけじゃないでしょ、串谷朝香よ。いやー、レベル上がるっていいな。今ならそこいらの魔物なんて敵じゃない気がするよ。我が前に敵なし。誰だ。魔王様に対して無礼にも程があるぞ。誰が魔王でも我ら魔族は付き従うのが世界の摂理。それを忘れたか。田川邦彦だ。ああ、多分それ俺たちっす。第一軍はレングザンド帝国の正面、クソリオン砦への進行準備が整いました。お声がかかればいつでも進軍可能です。以上です。仲がいいですね。ちょっと良すぎじゃありませんか。シュン君、妹に変なことはしてないですよね。